はい、ジュリーさん来ちゃいましたね。やってきましたねこっちの会場なんですけど、はい、向こうとすっごい雰囲気違いますよね。そうなんですよね、うん、悪いことしてない。いやいや、してないですね僕ではないそうか、はい、こっちは主に声優さんとかのイベントがメインなんですね、はい、そうなんですよ。なるほど。で、我々が出演する方は、はい、まあ模型関係、模型の方で、はい、ということで、はい、やっぱり声優って言ったら何かお任せください結構すごい方が出てるんでしょ。そうなんですよ、ね、もうびっくりですよね。勇者王ガオガイガーの、うん、主役2人が今日いらっしゃるんですよ。すごいです、ね、すごいんですよ。じゃあちょっと俺そこまで詳しくないからさ、はい、ちょっとチャーリーさんをじゃあ映しながらやっていきましょうか。あ、お願いします。お願いします。すごいね、チャーリーさん。これ、ね、うん、クマゴンですかね。違うよやばいやばいやばい、違う違う、これクマワープ炎上しちゃいます、ね、ちょっとね、2人でもちょっと情報量なかったね、うん、でもいいじゃん、可愛いじゃん。こういうのが展示してあるんですよね。 あ、うん、あと模型と違ってこういうのもいいですよね。そう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 、はい、こういうのもやってますね、はい、エンブリオ診断やってますわ。うん、うん、あというアニメの、ね、インフィニットって聞くインフィニットジャスティスガンダムの話です。デンドログラム、デンドロビームしか浮かばないです。あ、なるほどやばいやばい、これもちょっと炎上しちゃうやつ大丈夫だよ大丈夫だって模型のファンだから、はい、こっちはちょっとね、ちょっとジャンルが多分ね、はい、そこまで違うんですよね。うん、こっち専門のチャンネルだったら我々は叩かれるよ、はい、うん、イベントが始まる。イベントちょっと映せないんですよね。そうなんですよ、うんうん、はいはい、チャリさん、はい、改めようか、はい、いや最高だったね、はい、った伊沢しおりさん出てきたねかわいい、外子、はい、バゾミ、ゴモヨの3人してやるかわいかったな、道楽日本言ってみてください。道楽日本怒られる怒られるホビジャパンの社長も出てきたね、はい、ね、結構お若い方だって、うん、やろうか、はい、やりましょうか、うん、ちょっと待ってね、ピント合わせるわ、はい、オッケーです、うん、スタート。自分の人生は自由に選べるか、うん、だから芸人なんで、うん、やっぱこのイエスだと思うんですよ。そうだね、イエスで、はい、うん、で創作物で泣いてしまうことがある、うん、これ実は僕イエスだと思いがちなんですけど、うん、なんかもう年重ねることに、うん、全然もうなんか泣かなくなってきちゃったんですよ。嘘だ。本当なんですよ。昔はバンバン泣いてたんですけど、うん、なんか最近もうなんかとどまっちゃうんですよ。あ、そう、はい、じゃあ、ノーになっちゃうんですよ、うんうん、やるかやらないかで悩んだ時は基本的にはやらないタイプだ。どっちですか。これは僕やっちゃうんですよ。あ、チャレさんやるな。危機感でもういっちゃいます。作っちゃったりするもんな、プラモとかもな、はい、じゃあイエスね、はいはい、生き物が大好き、生物全般の特定の生物もこれで、これイエスですちょっと待って、もう一回読んでいい。え、生き物が大好き、生物全般ではなく特定の生物一種でもいい。イエスです気持ち悪いですけどじゃあ、はい、B ってことですね。 B です、はい、はい、タイプ B なんでしょう。で、 B だとこれが、はい、じゃあなんか渡すのかならしいですね。ちょっとじゃあ行こう、行きましょう、うん、すいません、すみません、あの B だったんですけど、彼が、はい、はい、彼が、すみません、タイプはガードナーになります。ガードナー、やったじゃん、やったじゃん、チャーリーさん、ガードナー見して見して、うん、タイプ、ガードナー、ガードナー、僕たちがピントがずれてる、うん、はい、うん、ででん、モンスターの姿をしたエンブリン、ごめん、ピントがずれてるはい、この距離でお願いします、はい、モンスターの姿をしたエンブリオ、うん、人型に近いガードナーは希少であり、多くはモンスター前としているです、ね、まあガードナーってことでいい、はい、ガードナーよかったじゃん、やったじゃん、やったな、はい、何でも守っちゃいますすごいっすねこれ。ここだね、我々のジャンルといったらね。そうなんですよ、これ作る側ですもん、ね、うん、すごいですね、あ、エヴァのアスカ、うん、アスカラングレー、はい、稲垣さっちゃんいや違います、それはあの物まねされてる方ですさっきご結婚されてる、原型の方も名前が書いてあって、はい、で
ってこうなんかこうあるってことですね、飾ってあるってことですね、はい、すごいですなこれ、これ作りたいですねこういうの、これすごいね、わーわーおすごいね、わーわいいですねこれガッチャマンクラウズの、ガッチャマンクラウズっていうか、これ、はい、っていうのがあるんですけど、うんうんうん、これいいですね、ちょっとこういう肌色多いのをちょっと作ってみたいんです、チャリさん最近よくやってるもんね、はい、うん、これとか俺好きだよチャリさん、あーヌーベの娘さん、あヌーベかこれ、あヌーベ、あー本当だ本当だ夏にそうだそうだそうだ、これやってた僕まだ幼稚園でした、あ本当、はい、あヌーベね、あすごいね、あ本当だ結構俺作品自体知ってるもの多いな、あなるほど意外と多いんだね、はい、はい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 、いやもうこれとかちょっと知らないんですけど作ってみたいですね、うん、これ色ですね、色あ色ちょっと分かりますかね、なんかお腹グラデーションになってるんですよ、なるほどなるほど、はい、モデラー的な観点でしょ、はい、それを作ってみたいってことだね、はい、すごいっすよこれすごいねこれは、あらまあセクシー、うん、こっちのあれはこっちの養生系、養生系っていうんですか、あこれなんかちょっとお尻グラデーション入れたらすごい面白そうっすね、うん、わぁすごいね、すごいねこれ、うん、うわーすごいな、あでもこれとかあれじゃないですか、あのフィギュアも作りたいって人も、うんうんうん、はい、もうメカも作りたいって人も両方あの本当だ一緒にお得じゃないですか、ね、確かにね、確かにそうだね、島風ちゃん、うん、ちょっとあれですね、ここから先行ったらちょっとあらちょっとYouTube のコンプライアンス的にやばいやつに嘘すマジちょっと肌色多い感じ、肌色多いですね、肌色多め、はい、ちょっと肌色多めやめとこうか、はい、あんまり肌色多いってねまずいもんね、ガッツリ作ってみたいなよりによって一番やばそうなやつ来ましたねすごいですね、すごいすげえすげえ、すげえ水滴の表現、水滴表現、うわーすごい、これすごいね、タッチ、ドンタッチ見たもんね、はい、うわー触りたいね、手に持ちたいね、すごいねこれ、うわーうわちょっとさ、はい、おっぱいにちょっとワッとして大丈夫ですかね、手面的にちゃんとおっぱいに、うん、雫溜まってるんです、ああ本当だ、ここの溝ね、はい、谷間のとこね、はい、すげー、これすごいっすよ、俺らちょっとそのなんかやらしい感じでやってるわけじゃないもんね、そうなんです、模型的表現で、はい、ちゃんとすごいんですよこれ、グラデーションもかかってるガチすげえこれすごいね、はい、すごいな、こっちは乾いてる、ああ手加えたんですね、じゃあ、うん、すげえ、そういうことだね、こっち乾いてるもん、はい、すげえすごいね、それは作ってみたいですね、これ世代ですよ、ブラックマジシャンガール、これ遊戯王なんですよ、で僕ら世代とかもうこれを、うん、デッキに入れてましたよ、皆さん、あ、本当ここに憧れて、あ使えるカードなんだ、結構主人公が使うカードなんで、あ、なるほどなるほど、みんなこれ入れてましたね、なるほどね、遊戯王世代か、ロックマン X、 これ渋いね、すげえ。ロックマン X、 これ俺なんかコミックマン、はい、あのインスタでこれ見たことあるんですけど、うん、もう本物をここで見れるなんて、あなるほどね、見てたんだ、はい、もうすげえ。すごいね、かっこいいね、はい、ちゃんとあれなんですよ、あのなんですか、戦いになったらね、アーマーとかボコボコなんですよ、あ確かに、すげえ。チャリさん、はい、うわかわいい、チャリさん外してもらっていいですか、はい、どうも珍獣ですあれですね、はい、本当にもうイベントが始まってさ、はい、そうですよ、まさかのさ、はい、我らが部長、はい、ね、はい、江戸さんじゃないよ、そうです、はい、伊沢しおり宣伝部長が、そっちの部長なんですよ、はい、その子がね、イベント始まっちゃってさ、はい、撮影どころじゃなかったな、もう、はい、可愛かったな、見入っちゃいましたよ、見入っちゃったな、はい、撮影してる場合じゃないもんな、そうなんですよ、いやすっごい可愛い、なんかさ、はい、三役やってるから、はい、その子、謎に五模様の、はい、
だから3人の声優さんに会えたって感じですね。ああ、この野沢雅子さん状態、うんうん、ドラゴンボールの、はい、でやっぱりさ、あの、はい、ガルパンの舞台挨拶とかでも、はいはい、あの司会って言ったらやっぱ伊沢さんだから、あもう、うん、口も達者でしたもんね。そうそう、名、はい、MC だから、はい、やっぱりね、まあ、部長って言ったらやっぱり伊沢さんだよね。そうですね、うん、そうなんですか、今うんって言っちゃう部長って。いやそうだよ、やっぱあれ俺とチャーリーさん部長って言ったらやっぱりさ、はい、伊沢さんだと思う、はい、すみません、あの動画流れた後、うん、ちゃんと怒られてきますでもね、はい、あのイベントね、そうやって随時やってて、ね、すごい楽しいね。はい、楽しいです、うん、はい、じゃあこんな感じかな。はい。